配電盤が切ってあるな。鍵がないと動かせないようだ。その辺を探してみてくれ。俺は何とか動かせないか試してみる。
どうだ。こんなものしかないが、ないよりはマシだろう。持っていくか。どうだ。
早く餌をあげないと魚が死んじゃう。きっと電気が消えちゃったからだ。だからお化けが出てきて鍵を隠したんだ。綺麗でしょ？僕の魚なんだ。そろそろ餌をやらなくちゃ。ちょっと取ってくれない？向こうの棚に入ってるから。こいつね、頭がいいんだ。僕がやらないと餌を食べないんだよ。だから毎日僕が餌をあげないときっと死んじゃうんだ。まったく手のかかるやつだな。どうもありがとう。これ棚に戻しておいて。そうだ、鍵をしとかないとまた怒られちゃうよ。鍵だ。餌あった。よかった。お兄ちゃん、ありがとう。魚、元気になったよ。あなた、いい人なのね。そう構えなくてもいいわ。
何もしないで。あれはね、あの男の子だったものよ。あ、死んじゃったの、みんなね。でもどこにも行けない。誰かが来てくれ。もう死んじゃったのよ、かわいそう。助けてあげる。できるかしらね。下に降りて西、そこに小さな庭があるわ。あの子を殺したやつはそこにいるはずよ。